ちょよライキジョンです。今日もやっていくんですけど、今日はですね、ハリーポッター魔法の覚醒やっていきたいと思います。はい。なんですけど、今ね、5連勝中で、見てください。プラチナ、5233まで来てて、あと170ぐらい上げると、これね、ダイヤモンド、昇格と、はい、いうとこなんですけども、使ってるデッキはこちら、ベラ、買いました。卵デッキから。はい。まあ、なんかちょっと呪文系がね、多くて、なんか卵がね、あんまり生まれさせらんないんで、まあ、ベラに変えてからなんですけど、超強くて、めっちゃ簡単にトロ上がるんですよね。で、卵デッキに比べてやっぱレベルがね、そんなに、こう比べると、まあ、整ってないんですけど、あ、卵禁止になってる。はい。なんですけど、今ね、ベラが超強かったですね。初めて使ってみたら。レベル6とかでレベル7がいっぱいあるんですけど、まあ、結構このトロ隊でもね、勝てるということで。で、このね、サポートカードの、マクゴナガル先生だけ、入れてるんですけど、まあ、あれですね。本当にレベルプラス2がついてるから入れてるだけで、まあ、1枚カードを使用するたびに、ランダムな敵ユニット1体に変身術をかけるっていう感じで、まあ、なるほどと。まあ、そんなに多分ね、相性の良さみたいなのはないんですけど、まあ、基本、なんだろうな、ハーマイオニーとか入れたりすんのかな。うん。で、相手にね、こうダメージを与えて、このベラの効果を引き出すっていう感じだと思うんですけど、まあ、早速ね、やっていきたいと思います。で、ベラのとか、わかんない人は、この、略し方合ってるかな？俺、ベラなんだけど。これですね、本当に強くて、まあ、敵にダメージを、プレイヤーですね、でダメージ与えるとなんか3ポイントとか溜まって、ユニットに当てると1ポイントとかを溜まるんですよね。で120ポイントくらい溜まると、魔術師を1体召喚。っていうのをまあ、繰り返す感じですね。2回目は2体、3回目は3体って感じで、3体出したら、まあ、基本勝ち。っていう感じかな。うん。大体ね、俺が今経験してる試合だと、どうだろう、上級者隊とかだと、まあ、ね、4回5回出すのかもしれないんだけど、わかんないんだけどね。でも多分基本そこで決着はつくんじゃないかなとは思います。で、めっちゃ心がけるのは、もうとにかく、手札サイクルですね。これ避けよう。相手もベラだね。で、これニコスとかで切っていって、おっと？さあ、これで、この、フラッチャーしてから、このね、マンティコアダンス。この、2枚のサイクルをね、もう続けるだけなんですよ。本当に。これだけで、俺はこれまで勝ってきました。相手に直接攻撃がね、これめちゃくちゃ入って、で、サンダーストームとかすると、まあ、敵にもね、こうやってダメージがめっちゃ入ります。で、こうやってダメージ入って直殴りもね、ちょっと入れていって、さあ相手よりね、こんな感じでポイント早くめっちゃ稼いでます。相手は今ね、まだこのピンクのゲージが、4分の1ぐらいしかね、進んでないんですけど、魔術師のね、召喚がすごい早いので、いいって感じですね。で俺は、ちょっと隠れていきつつ、あ、やべ、かすってる。で、このゲージがね、また、貯められるようになったので、まあ、魔術師召喚してからね、一定時間はこの、直接攻撃してもゲージが溜まんないので、まあ、ちょっとね、手加減しながら攻撃して、10コストまで貯めていってから、っていう感じで、このフラッチャーとマンティコアダンス。マンティコアダンスするとね、この足の、移動しても足を使わずに済むんで、まあ、こんな感じで。相手がなんかサポートカードを使ってるんで、俺もローンを召喚していきます。で、こんな感じで。めっちゃ早いでしょ、2体目。相手1体召喚したって感じだよね。で、まあこんな感じで結構差がついてます。でも終わりそうなんで、インセンディをして、撃破。強いでしょ？強いのよ。本当に。マジでびっくりするぐらい強くて、なんかユニレベ、高くないと思うんだよね、俺そんな。相手のユニレベとかあんま見ないから見てみようか。戦闘記録。どうやって見んだろう、これ。こうか？はいはい。あれ？ 5 5 5 7 7 7 5 7 7 5 9 7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 
まあ、結構ね、こんな感じで、まあ、7レベとかね、6レベ入っても、こんだけ連勝して簡単にいけるっていうのはね、どうだろう。まあ、珍しくはないのかな。どうなんですかね、わかんないですけど。まあでも、まあこれをね、続けてるだけで、まあとにかく俺はまあ、ユニットレベルというかね、もうベラの本当に召喚にしかこだわってないので、もうね、そこにこだわりを続けて、もうとにかくフラッチャーを投げて、マンティコアダンスをする。っていう、この、そこがずれるとね、良くないんですよ。
そう。で、それをひたすら手札に回った、フラッチャーが回ったら出して、そのネクストから回ってきたマンティコアダンスをするっていうね、このサイクルを続けるだけで勝てます。俺はこれだけでね、本当に、そんなに知識がないまま、来た来た来た。ダイヤモンドまでね、登り馳せました。やべ。はい。で、カード召喚して、さあ変身術をかけてもらう。この、やべ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 。カステルカステルカステル。で、これ相手がね、前出てきてるんで、直殴りして、ポイント貯めます。オッケーオッケー。で、ここはね、サンダーストーンは結構ポイント稼ぎやすいので、まあ、2コスとかで回していこうかな。はい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 。で、こんな感じで隠れていきながら回復していきます。はいはいはい。で、これ回ったんで、マンティコアダンス。はいはいはい。相手のユニットごと貫通してるんでね、よりポイントが溜まりやすい。やばい！大丈夫？ OK OK OK、いいね。で、ここでサンダーストーム。めっちゃ相手のモンスターいるから、これ5体以上いるとね、サンダーストーム、激烈火力入るんですよ。なんで、これ多分、めちゃくちゃいい火力入りますね。バーン。あれ？まあまあ入ったか。なんか、フーパーが。ウーパー。さあ、これで7コス溜まったんで、からの、マンティコアダンス。なんかバイク乗ってんな、相手。あんまね、先に出したくないんだけど、これベラさえ貯めちまえばいいんでね。オッケー !2 周目貯まりました。3周目貯めたらマジで基本勝ちなんで、ここもね、ちょっと詰めていきながら回復。2コスで回していきます。やべ、めっちゃ無駄な動きした。エクスパルソして、さあ、ここで、サンダーストーム行きましょう。サンダーストーム行って回りました。さあ、ブラッチャーして、マンティコアダンス。さあ、これに、やっていきますよ。いや、これがマジでね、強い。本当に。痛い痛い痛い。やめて。さあ、モンスターブック。やべ、歩けなくなる、そろそろ。ただ、許せる。オッケー。やべ、ちょっと待って。エリキさん。じゃね。溢れてる溢れてる。コストが溢れてる。はいはいはい。決めました。溜まりました。ありがとうございます。で、サンダーストーム。もうこうしたらね、敵を詰めに行っていいですね。で、バーンと奥に追いやって。さあ行きましょう。いいな。まあ、ちょっと落ち着いてもいいのかな、これは。よいしょ。はい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 。はいはいはい。あー、相手耐えてきてる。で、サンダーストーム。まあ、さすがにサンダーストームはね、オッケー、素晴らしい。ということで。まあ、こんな感じでね、3周目して耐えられたの俺、初めてだけどな。まあ、でも4周目もうすぐ溜まりそうだったからね。まあ大体そこら辺まで行くとね、ちょっと歩きすぎで歩数カードがなくなっちゃうから、まあ、調整もね、ちょっと大事ということで。さあ、あと90で行けますね。ダイヤモンド。いやー、結構長かったな。卵使ってめっちゃ停滞してたから、このダイヤモンドは嬉しいね。マクゴナガル先生をちゃんと活かせてるかが、ちょっと心配。まあね、ロンとかはね、やっぱ召喚するだけで、まあ強いから、基本ね、相手のサポートカードに後出ししたいんだけど、うん。まあでも強いですね。普通に。クルーシオがね、持ってると、ね、また、相手の大型カードとかを消しやすいから、まあ最後に入れてるね、サポートカードとかを、まあ変えたりできるんだけど、今、大型カードがね、ちょっときついんで、さあ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 、行きましょうか。まあでも、12レベルは多分このトロタイだったらめっちゃ高い方。さあさあさあ。いやーこれ手札が、マクゴナガル先制して、お、変身術いいね。素晴らしい。ドン。サンダーストーム行きましょう。早くね？サポートカード出すの。あれ？俺が出したからか。これ何言ってんの？さあ、マンティコアダンスして、めちゃくちゃいっぱい歩いていきます。
はいはいはい。ごめん、全力は尽くしたんだけど。逃げ。よし、いいよ。さあ、いいダメージ入った。この辺はね、無駄に歩かずに、メテオロジンクス、追っかけていきます。やったな。出た出た。さあ、相手は2体目のサポートカード出したんで、しっかりロン出して、サンダーストームで溜めていきます。これで多分2体目のベラいけるね。OK。で、これはちょっと押してるんで、前行って、直殴りでもカードを処理していきたい。で、今ね、緑のゲージが減ってて、ベラのゲージがたまらないところなんで、これがゼロになってから、ブラッチャーからのマンディコアダンス。さあさあさあ、これでまたゲージを貯めていきます。いいよ。エクスパルソして、いいよ。さあ、素晴らしい。で、サンダーストーム。いや、これがいいんだよね。今、いっぱい相手が出してるから、5体にダメージが入るとね、あ、これ激烈ダメージいきそう。どう？いや、むず、なんかサンダーストームの、なんか最大限の火力を引き出すのがめちゃくちゃむずい。はいはいはい。さあ、これ、ベラ、いきますよ。何体目だ？さあ、サンダーストーム。あ、やべ、今は出しちゃダメだ。納金すぎた。さあ、ただ、いや、さあ、雑魚処理に優秀。さあ、フラッチャー行きましょう。で、マンティコアダンス。やべ、ちょ、待って、歩かせろ。うわー、渋！やっべー、これ、俺の最強サイクルが崩れた。最悪や。最悪や。ただまだ10歩歩けるから、ちょっと移動していこう。スパルスして、インセンディをして、OK、素晴らしい。さあ、もう一回最強サイクル続けていきます。いや、これ上級隊とかになると、このね、ブラッチャーの時に動き止めんのとか当たり前なのかな。さあ、3体目召喚熱いですね。ただ、この時に、サンダーストーンあんま行きたくないんですよね。なんで回復して、よいしょ。さあ、ここで行きましょう、サンダーストーム。さあ、これフルに活かせてる。いいよ。スパルスして、さあ、フラッチャーからのマンティコダンス。素晴らしい。まあ一応ね、この、ネイビーをだいぶ残してはいるんだけど、保険で残してます、サポートカードは。いやー、素晴らしい。これマジでね、強いんですよ。本当に気持ちいいの。そう。さあ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 。いや、おもろいぐらい勝てんだよな、ほんと。なんか停滞してたのが嘘かのように。やっぱね、環境トップの方にね、あるデッキを使うのはやっぱ正義なんだなと思いますね。いや、いつもほんと俺大型デッキしか使わなかったから、すごいね、新鮮で、最初ちょっとむずかったんだけど、ね、カードの、ほんとに、フラッチャーとダンスをね、使い慣れると、まあ、それをするだけでね、ベラが勝手にやってくれんだよね、あとは。うん。まあ、あとは、ちゃんと森に潜って、ベラの共鳴を引き当てるっていうのが大事ですね。さあ、8連勝中が輝いてる。さあ、これはマンティコダンスがないので、メテオロジンクスぐらいで処理していこう。おきおきいいよ。おってるおってる。なんか来る？これ召喚してフラッチャーでマンティコダンス。よいしょ。いいねいいね。いや、いい、直。いや、待って、頼む。跳ね返して。OK、でかい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 。で、サンダーストーム。いいよ。バン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 。いや、強い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 。はいはいはい。さあ、ベラ召喚して、エクスパルスをして、
やべえ、これ歩きすぎてる俺多分。やべえ、これでローン召喚してフラッチャーしてモンスターブックまで行って直殴りマシンガンでいきます。そうそう、マシンガン効いてる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 。さあめっちゃゲージ溜まってる、でかいよ。さあここでなんかやりたいんじゃない。さあ直殴りまで決めていって、さあサンダーストーム OK。 で2回目ベラ溜まりました。エクスパルソでね、1回ちょっと奥に締め上げていって、さあ行きますからの歩きマンチコアダンス。やいやい、効いてる効いてる。シュン。さあそしてサンダーストームまで行きます。さあメテロジンクスまで行って溜めていきます。ドン。さあさあいいよ。やばい、やめて、やめてこ、うん、うん、びっくりした。さあ来ました3体目、これもう相手止まんないでしょさすがに。さあこれでサンダーストーンまで行って締め、よーし OK。 いやーめちゃくちゃ勝てる、おもろい。やっぱ勝てねえとな、本当になんだこれってなるんだけど、勝てるときマジでおもろいね。 OK、 あと1勝でいけますねこれ。ダイヤやっといけたよ。さあしかも10連勝目でいける。さあ行きましょう。気持ちよすぎだろマジで。もうね、なんか後ろからチクチクやってるだけで勝手に周りがやってくれるのがマジでいいっすね。さあ、そういえばなんか HP 表示とか見えるようにした方がいいみたいなさ、そのコメントをもらって、なんかこの見ないのに慣れちゃってこっちの方が俺いいなって思っちゃったんだけど、それは甘え？今んとこあんま困ってないんだけど、やっぱ上位プレイヤーとかみんなさすがに表示できるようにしてるもんなのかな。さあ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 、やべえぐい角度でなんか入ってる、メテージ。さあこれ直殴り？いやでかい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 、直殴りがでかいね。さあこれ次はサンダーストーム貯めていっていきます。こんな失敗をするなんて、いやグアメンティ俺に、いや空振ってる空振ってる、いいよ。はい、あーめっちゃ遠くに行った。これでも次これ当てるだけでベラいけねえか。じゃあ直殴りでいこう、ベラ召喚。え、さあ来てました。一旦ここは2コストで回していって、モンスターブック行って、フラッチャーはねやっぱ貯められるようになってから行きたいんだよね。さあフラッチャー行って、さあマンティコダンス。さあいいよ。さあニフラと、いやー2匹とも叩けてんな、でかい、いや拾いたいなー、これ許してくんない、マジでむずいなこれ。近すぎるとこうなんのか、なるほどね。ドン、いやいいよ。さあ直殴りめちゃくちゃ美味しいなこれ。なるほど、フラッチャー行ってマンチコアダンスしてローン召喚。やめてやめて、フラッチャーに夢中だから。いやいいよ、相手が俺のフラッチャーを止めようとしてる。さあもうね締め上げいけそうなので、ここでサンダーストームまで行って締めに入ります。エクスパルソインセンディオ OK。 素晴らしすぎる本当に。え、こんなに簡単に上がんのこれ。マジで気持ちいいんだけど。さあ来ました10連勝ということで、プラチナから
デイアメンド、ありがとうございます。さあ、進むと。いや、次7500なんだ。バカ遠いな。マスターか。7500超えたら、マスター行って、次がグレートウィザードね。俺のいるべき場所はね、やっぱここなんで、グレートウィザードまでね、めり込んでいきたいと思います。ちょっとマスターは、次だな。次に、めり込んでいきたいと思います。ってことで、今日はね、この辺で終わります。まあ、よかったらね、この、ベラデッキ。まあ、多分もう、テンプレになってると思うんだけどね。まあ、クルーシオが入ってないタイプのね、デッキなんで、まあ、使ってみてください。ってことで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。